その辺かな。その探してる沼は。となると大手門が5番だからここなんで、行ってすぐか、トンネルのちょい手前か。まあ行ってみてもいいか、何も持ってきてないけど。はい、今日はですね、ある方を探しに来たんですけども、あ、モンパイアいないのでブレブレです。今日はとりあえず大手門行って、私ここ車入れたんですよね。この辺なんだよ。違うか、まだか。あの古いマップがね、ないんだよね。どこ行ったかね。前あったんだけどね、撤去されちゃったのかな。はい、これが大手門跡ですね。ここが大手門。大手門、今日はライトも何も持ってきてないので、トンネルは行かないです。うまい具合にね、池を見つけられたら、沼、池、うん、いいかなーなんて思ってるけども、多分この下なんだよな。あっちもトンネルだしな。この下か、これか。なんか人が歩った跡あるね。行ってみるか。よいしょ、行けんのかな。よいしょ、何も持ってきてないんだよね。あ、よいしょ。なんか死んでんなこれ。あー、わらびが。この崖下がそうなのか。あそこのガードレールの方から見に行ってみるか。ちょっとこれはちょっとめんどくさいぞ。いや、ある方を探すついでにちょっとうちも沼を探してみようなんて考えになっちゃったんだけど、もう治ったんかな、電信柱。てか、佐代神社は治ったんか。まあ井戸があるからこの辺に水路があるんだろう。こうなるとあそこのガードレール左だよ。治ったというか電線撤去してるだけじゃん。マジか。前ここ来た時ビローンちょっとになってたんだよね、全然ね。井戸あっち、トンネルあっち、はい、あ、井戸そっち、トンネルあっち。何回言うんだ、もういいよ。あ、表だけ取るんじゃ。はい、こんな感じね。じゃあね、沼を探してる。ペンキだろうけど、あれ気持ち悪いね、あの赤いのね。これね、サムネにしようかな。タオルも持ってきてないよ。多分ね、石倉こっちか、ここから上がってったらいけるような気がするんだよね。なんかこっから出てきた気がしないでもない。
これの帰り登るのきついなこれ。どこだろう。大手門がその辺でしょ。となるとそっちか。そう、石倉の方に謎のバス停がある。帰ったら風呂だなこれ。多分ブレブレになってるよね。申し訳ないね。しょうがない、モンパイやれない。池を見つけられたら多分この崖下だと思うんだよな。あんまり行っちゃうと、あ、でもこのカーブ過ぎてあんのかな。本当は違うんだよね。うち佐代さんはちょっと廃道を歩きたかったんだよね。でも今日は何も持ってきてないんで歩かないですけど、どうかな。全然わからん。下道路だしね。となると、そうなんだよ、北山の方に行くやつなんだよな、下のところ。わかるかな。だからここじゃないんだ。もうちょっと奥行ってみようか。わからんね。ちょうど石倉と向こうのあの北山に行く道の間を歩いてます。石倉に行く道とね。あ、ここら辺だだ広いな。この辺かな。あ、こういうカーブになってたような気がするな、さっきマップ見たら。違うのか。昔迷ったな、ここ。なんか無理やり上から降りてきた気がする。どうかな、この辺じゃないかな。探さないとダメかな。カサ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 うるさいね、さっき葉っぱが。どこだ。これは行き過ぎのような気がするな。ということは、あの生けすのことを言ってんのかな。いや、あるんだけど、生けすみたいなのがあそこの道路のところに、なんか養殖でもしてたのかなーっていうのが。でも前ね、偶然ね、道迷ったら見つけたんだよね、あそこだと思うんだけど。でもどうやって行ったんだか覚えてないんだよ。この辺なのかな、この辺。いや、もう降りたくねえんだけど。どうしましょう。ちょっとこれは後で調べないといかんかな。あ、いてあいて。沼、池、まあどっちでもいいんだけど。ちょっとこれは、あー、行き過ぎかな。こっちは切り通しみたいになってるしね。大手門から結構歩ってるぞ。これはちょっと行き過ぎのような気がするな。やめようかな。ボツかな。どうなんだろう。
めんどくさいな。まあ、あそこまで行くか。この石くらい行けんのかな。いや、こっからなんだ、この道はなんだ。いや、石くらはいいや、行ってるし。どこだ沼。もういいかな。いや、だってもう歩いたよ結構。ちょっと一回場所調べます。